はい、お疲れ様です。さて、今日のお弁当、ちょっとごちゃごちゃしたかな。ね、ちょっとごちゃついちゃった感じがしますね。なんかごちゃついてます。緑をね、ちょっと貴重にやってみようかなと思ったんですけど、やたら青臭い。やたら青臭い弁当になっちゃったかな、これ。緑はほどほどにだね。でもまあこれはこれで、寒い感じがしちゃうね、やっぱ緑が多いと。赤貴重にバックグラウンドに緑がいいのかもしれない。特にこの緑のトマトね、お高いんですけど、こう残ってくる感じ。ね、こう負け戦。アメリカの負け戦です。この緑のトマトはもう完全負け戦ですね。桶狭間、はい、こんな感じですね。そして東京市場の戦の見通しはゲストの日清基礎研究所の皆さん。今日はね、白飯、なんか最近海苔弁の海苔の部分が残ってくるんで、ちょっと今日白飯一本でいってみようかなと思います。はい、ではでは朝ごはん。
はい、お疲れ様です。朝ごはんこんな感じね、こんな感じ。今日あっさり、なんかね、なんか重いらしいですね。いっぱいありすぎて、まあ、これぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思って、ちょっと今日はシンプルでございます。はい、そして今日のジャングル弁当ちょっとジャングルすぎるかこれね。ね、でゴリラ喜ぶゴリ弁当でございますけども、さあさあさあ、緑が強えわ、緑が、緑が、まあね、ちょっと新しい風をね、ちょっと吹かしたい、こんな感じ。はい、どうもどうもどうも、ありがとうございました。お疲れお疲れ、またね、後ほど。